こういうタイトルタイトルでこれはあのここで作らはったやつを一発最初に上げてありますであの最初にお断りしておきますけどさっきあの杉本さんどんどん学術的なこと言ってますけど私サイエンス一切喋りませんので今日そこのところは勘弁してくださいえっ、ー、とタイトルはですね「友禅印刷のすごいところ」ということでお話をさせていただきます あの大学のなんかあの山岳連携のところにこんなロゴがあったんでパクってきたんで勝手にパクったら怒られるのかも分かんないんですけどとりあえず見せておきますねえっ、ー、とこれやり始めたのはさっきもちょっと話しちゃったんですけれども実はこいつですなんか分かります和紙作りの廃棄物です黒谷和紙ですね黒谷和紙の廃棄物で綾部市の破掃時というところにある、まあ、構造の芯ですで ちなみにあの、コードさんっていう人は全国に70人いるらしいんですけど、ここには山のように構造がこう折るわけですね。で、ありきたりです。墨にしました。で、どうやってやるかというと、あの、訓ン,ンの製造装置の中にホり込んでおくと勝手に炭ができる。だいたい600度ぐらいの温度が上がるんで炭ができまして、こんなうに炭ができます。まあ、ありきたりなんですけど、あの、例えばこれ、あの、メダカの、 ところに炭入れとくと綺麗になるぜというような話はごく当たり前です。ガーナ、ね、まあ、一個喧嘩売ってるんですけど、あの、サワデーさんの、ここにあの、この細い炭入れとくと、実はサワデーさんのやつよりも駅が早よ減るんです。それから回転外からサワデーさん儲かるはずなんですけれど、とりあえずこれは構造の細い炭です。で、2016年に私実はあの、バルスプラザでこういう話をしていて、 大学支ーズン発表のテーマ登録表というのがあったんですけど、見てみると、実はこんなことを言ってるんですね、機能のハイブリッド化というのを言ってまして、適用する分野としては、ここに上がっているようなものが上がっています、でキーワードになるのは、このハイブリッドという言葉なんですけれど、実は、どんなことなのかというと、実はあの僕がやろうとしてたことは、これ、パーセンテージでいうと、粒子が上から0、10、30と入っていて、ここに粒子見えると思うんですけれど、 あの、機材のポリマーがあって、その中に機能性の微粒子をこう彫り込んであるんですけれど、これ0、10、30というふうに比例して入っているように見えないんですね。で、こういうふうに粒子が表に出てくる場合もありますし、基本的にはこんなふうに埋まってまう場合もあると。で、僕は実はこういうハイブリッドということをずっとやっていたんですけれど、要はまあ固定化法ですね、言えばね。で、そこでその大変印刷官さんから先ほど言われたようなご提案を受けたと。つまりこういうことですね。 あのこういうふうにインクをスリットのところから下に落として印刷をするというそういう手法ですでこれ当時あの構造の隅をインクにして印刷してもらったんですけどどっちがどっちが分かりますどっちかがインクですどっちかが隅ですでこっちゃかが構造の隅から作ったものです構造の隅って、まあ、こういうふうに黒い細い非常に軽いあの年代の人だったらあのバルサ剤みたいなものですねで インク拡大していくと、実はこんな風にでっかくなってきまして、こんな風なものになります。で、厚み的に言うと1ミクロンがこれですから、非常に平板な薄い、その、まあ、墨のあれがあるわけですね。なので、そこから作ったのが、これです。これ2017年版なんですけれど、黒谷和紙と作った丸ごと構造カレンダーというものです。で、こういうものを作りました。 それで、まあ、要は、粉末を印刷するということになるわけですけれど、粉末っていうのは一体何なのかというと、まあ、例えば先ほど出てきましたけど、こういう抹茶であるとか、あるいはカレーですよね。そういうものが粉末になるわけですけれど、まあ、意外性があったりとか、環境の面で役に立ったりとか、そういうことがするわけです。それなら抹茶っていうんで、まあ、こういうふうなやつを先ほどベタで吸ってましたけど、そこにこういうデザイン性、衣装性を持たせることができます。 で何でも印刷できるというので、これはまあさっきの金のやつですけれども、若干ながら膨らんでいるように見えると思いますが、これはあの僕らがやっていた黒谷和紙から作った糸から折った和紙の繊維の織物の上に、ちょっと膨らまして、このように金を印刷してもらったというようなことですから、いろんなものに印刷ができるというのが、友禅印刷の一つの特徴であると。 でまあ、イングとしての試みとしては僕らは、まあ、いろんなことをやってきたんですけど友禅、まあ、印刷の場合ともちょっと異なるんですけど、まあ、やってるというんで、まあ、基本的には頓挫したに近いんですけど墨汁あの当然隅さ、住みですと墨汁考えるわけですねあの参議院の先生方と一緒に、まあ、ここから見えますけれども、えー、やってきた中でこういうふうに、まあ、墨汁を作ったと、まあ、どういう失敗があったかと言わないんですけどあのこの大変印刷の玉岡さんというのが作ってるんですけど 玉岡さんは基本的にあの全国2300人ほどいるんですけど、まあ、それは関係ないですね、それから活版印刷ですね、あの今日、李天堂さんもお見えになってますけれども、最近ちょっと流行ってますけど、こういう活版インクですね、オイルの中に入れてこう活字を印刷するという古来の印刷法ですが、李天堂さんは一常時にこのように店構えがありますけれども、そういうところで、まあ、いろんな面でこういうふうに墨のインクを作るというようなことができています。まあ、これもあの玉岡が死亡者ですんですの 覚えておいてくださいね、名前をね。で、これを去年、2018年、あの、東京のビッグサイトであった、イノベーションジャパンというところで発表をしています。えー、タイトル拡大しますと、ここに抗菌防臭保、保水、それから防カビみたいな機能を印刷するという、先ほど出てきましたけど、機能というキーワードがあります。で、なんで、その有罪印刷に注目するのかと、あるいはその印刷に注目するのかというと、まあ、実は、こんなふうな印刷、これ何印刷するかわかります これはあの血糖値高い方でっ分かるんですけど、血糖値チップの中ですね、これがこういうふうにフィルム状にだーっと印刷されるんですね、これまともに買うと、まともに買うとというと、あのちょっと闇で輸入すると、このチップ1個は大体100円ぐらいしますから、相当な量の金になるわけです。こんなふうな印刷ができるということで、まあ、要は粉末を印刷するということだけにかかわらず、実は機能を印刷するというポイントがあるということですね、さらに濃縮できる、でこのお話をちょっとここからしますけれども、 機能は、まあ、例えばこういう平凡なものとかあるいはこんな異形のものを入れてやれば滑りが良くなったり光沢が出たりするのは当然ですでそれから例えば匂いとかそういう薬類ですねこういうカプセル類を入れてあったりとかすると匂いなんかも当然のことながら印刷できるでここでは情報性という言葉がキーワードで上がってますけれども さらには、まあ僕らが作って、僕はもともとは粒子屋ですんで、こういう微粒子を印刷すると。この微粒子の中には実はこんな隠し玉もあったりするんですけれど、こんな風なものも印刷できる。で、さらにこう、あの,この、このような抹茶とかカレーに戻ってきますと、こういうことですね。抹茶の表面、機能面ではということになると、実はカテキンというのがいますので、このカテキンによるそういう効果が出てくるわけです。で、単純に思うのは、 こういうふうに印刷してやると印刷面減るやろうと。こうなったら、このカテキンの効果ってちっちゃならへんかというふうに思いますね。でそこがポイントなんですけれど、実は友禅印刷の中では、この機能を濃縮するということが起こりますで。これ実はバインダーの中にまあ粒々があるわけですけど、これ乾燥の状態でどうなるかっていうと、紙面に濃縮されます。こんなふうに濃縮されるんですね。 これ縦方向に濃縮ができるということになりますでこの印刷ということ自身が友禅印刷では濃縮ということを意味しますでこれ表面ですけれどもあのこういうふうにここのから上のところに印刷面があるとこれお香とかそういう面を印刷してありますここもそうですけどこの上にベタに印刷がされているというのが分かりますで機能を濃縮するという面で一つ非常に面白いことは例えばこういうふうなところにベタでですね とと印刷するということを考えてみますでこれ上から見てるんですけれど同じ印刷をこういうふうにしようと思ったらどうやったらいいでしょう簡単なですね紙を持ってきて同じ個数をどうやって置いたらいいかというと紙を持ってきてその上に積み合げるわけですねこういう,うにそうすると、まあ、要するに十段音大だけ積むとこれとこれこ,こっち側とこっち側と同じ粒子の数になるまです縦に積み合げるわけですねそうするとこういうふうになるわけですね そうすると、同じだけの粒子持ってても、横方向に濃縮できるということは、隙間にこういうような印刷ができるというふうなことにつながります。これが、まあ、印刷、すなわち濃縮という効果になります。で実際、濃縮の絵というのは、これは微粒子を、あの、バインダーの中に入れて印刷してもらった例ですけど、こんなふうになりますで。現実の表面を見ていただきますと、どんなふうになっているかというと、こんなふうになっています。 で、紙面の境目がこの赤い点々ですけれど、黄色い枠で囲ったところを見ていただくと、粒子が何層にも重なっているということがわかります。つまり、縦方向に積んでいくことが可能だというふうなことになります。つまり、濃縮できるということになります。で、こういうふうなことができると、実は、まあ、いろんなことができるわけですね。まあ、先ほど言いましたように、ここに縦方向に積んでおいたら、実は、 デザイン性を持たせると。あの、アニメーションがジャンクサインでこんだけしか出せませんけど、あの、まあ、こんな風な文字を印刷したりできるわけですね。縦方向に積んでおけば、機能は同じやけど、積めるという、そういう風なことになります。で、これを、まあ、濃縮イコールデザインと。ですんで、デザイン性を持たせれば、機能が損なわれるのではなくて、 デザイン性を持たせてもまだそのの機能はそのまま保てるというのが友禅、まあ、印刷の大きな特徴になりますつまりこういうふうに印刷したところでですね抹茶、まあ、ベタで印刷した先ほど配られた紙と同じですけれども同じようなことが起こるということになりますでここはちょっとコンフィデンシャルなのであのデータとしては入れてないんですけれどもいろんなバインダーの個体率を調べてみました 固体率というのはその中にどれだけののりが入っているかということですけれど、まあ、ここにバインダー A から F というのがあって、F にちょんちょんマークが振ってありますけど、大体固体率見ていくと、高いものでも40%ちょいです、で少ないもんですと16%ぐらいですから、これが乾くとなると、実はここで言いますと、8割方の水が飛んでいくわけで、そんだけ分のりが濃縮されるということになります。 で、ここにポリサクサンビニルと書いてありますけど、この F っいうのは何かというと、実は木工用のボンドです。で、木工用のボンドの裏面を見ると、ここに工程で41%っ書いてありますので、サクサンビニルが水の中に41%ぐらい分散されているという、これがまあ、言うたらバインダー農理ですね。ですんで、まあ、そのぐらいのものというふうなことになります。 で、繰り返しになりますけれど私先ほど来申し上げたこのハイブリッドという言葉ですねなんとなく言葉的にはかっこええんですけど全く役に立たないんですねで積み重ねとかつなぎ止めという言葉で表しますけれどこれが積み重ねですね粒子を積み重ねていこうとすると実はこんなふうに穴が開いてしまったりしてこれが固まってというかぴっちり密着して印刷することができないんですね これ、つなぎ止めです。あの、気色悪い絵が出てきますんで、ちょっと目を伏せといてもらえばいいんですけど、何が出てくるかというと、こんな風な。これはウレタンで粒子をつないだもんです。でも、やはりこういう風に穴が開いたりとか、そんな風なことが起こってしまう。こんな風になるわけですで。表面をやっぱりこう覆っちゃってしまってますので、なかなか機能も出しづらいし、こんなとこにでっかい穴が開いたりするということで、 基本的にはウレタンの中に粒子を掘り込んだところで、あるいはポリマーの中に粒子を掘り込んだところで、うまい具合にハイブリッドと呼べるような機能は得ることができないということになります。でこれはある特徴的な例を見たものですが、表面に入っているやつと埋没型、これ粒子埋没型ですけど、ある機能を見たものです。そうすると、表面に出ていれば確かに機能は高く出るんですけども、埋没してしまいますと、実は全くここの部分ですけど、 全く機能が出てこないというふうなことになりますのでいかに機能を損なわずにこのようにものを固定化するというのが難しいかということが分かると思いますで結局のところ僕がハイブリッドで言ったら積み重ねとかつなぎ止めではダメなんですけれど友禅、まあ、印刷では濃縮ができて機能を損なうことができないということです機能をまあ濃縮すると、まあ、濃縮による機能の発現ということになりますでそこで機能を失わないということですね でえっ、ー、とまあ一つの例としてはこれはあの卒業終了証書を印刷したものですでこれは黒谷の和紙の上にえっ、ー、とまあ三俣これはあの福知山にあるんですけど三俣のインクで印刷をしたものですけれどここに下にちょっと三俣と書いてありますけれど非常にきれいな印刷ができます で三つ股のインクがええのか構造のインクがええのかっていう優劣は言いませんけれどもこんなふうに非常にきれいな印刷が黒谷和紙の上にできますただちっちゃいこと言っておきますけどこれめちゃめちゃ高いです紙だけで400円しますんで A4 サイズがそりゃ売れんやろって話ですけどで三つ股に関して言うと実は福知山がずっと三つ股を押してるんで利天堂さんに頼んでこんなふうなコースターを作ってもらいました これは我々のデザインですけれどもこの上を見ていただくとクの蝶ですねクの福知山三ツ俣チャーコールインクって書いてありますけどこんなふうに、えー、と現実的にあの和紙の廃材になっている三ツシのンですねそれからインクができるというふうなことになりますでこれも李天堂さんの作ですけれどもこんなふうにこれも和紙の上に、えー、と活版印刷で印刷をしてもらっていると。 でまあ、ここに非常にふざけた例が書いてありますけど、まあ、この名刺の裏見たらこいつが誰かわかるというそんなふうなシンルなんだそうですでこれは大変印刷さんが作ったあのこれ展示されてると思いますけれども消臭のシートですこれも隅を印刷したものですけれどもこんなふうなものもできるとでここからもちょっとあの大変印刷さんのデータなんで、えー、っと目をつぶっといていただきたいんですけれど三又隅の脱臭のを見ると こう上に行けば減少率ですからかなり高い吸着の方が脱収能が得られるとの同じように構造済みでも、まあ、若干の差はあるんですけれども同じようにあの吸着脱収能が見られるで先ほど出たようにこのこいつですねこいつが実はあの構造済みで印刷してもらったやつなんですけどこれもうちょっと科学的に言うとこっち こここに線が一本引いてありますこれは黒元的に言うと、ここがまあ標準ですよというあたりなんです、でこっちゃかが隅で、こっちゃかが違うものです、で構造ド隅の特徴としては、実はこの線に対して、方向属、ンゼン管のついた化合物に関しては、非常に吸着能が高いということがわかります、まあ、これ実は隅としては当たり前なんですけれども、隅としての機能も失っていないというようなことになります。 抗菌性に関しても、これもちょっと分かってないです、これも同じように大変さのデータなので、ちょっと目をつぶっていただきたいんですが、これは三ツの隅ですけれども、この場合は大腸菌が減ると、それからコードみの場合は、この場合には青色ブドウ球菌ですが、これが減るというようなことで、えー、まあ抗菌性もあるというようなことです。であのー こういうふうに見ると、防臭って言って、まあ基本的に当たり前なんですけど、これ何に使えるかっていうんで、ちょっとだけ、これ中に使えませんかというご提案です。これはあの、赤外線のカメラ見てるんですけど、この上カーだけに、えっ、ー、と、私のデスクの上にある LED のライトを当てておく。そうすると、ここだけ熱を持ちます。ここ手で持ってますんで。 要はここのところに蓄熱当然ですけど蓄熱が起こるというようなことですから罪としてやはり蓄熱の機能も持っているというようなことがここでもわかると何かこういうふうな印刷とまあ蓄熱ですねそういうようなものも使えないかなというふうに思っていますで繰り返しになりますけどまあ機能を濃縮するというような話になりますので えー、大平さんがやってくれてるんですけど、まあ、ここでちょっとあの印刷実際にしてくれたやつにオベっカを使っておきますとこれはまあ玉岡しかできへんと私自身は思っていますで展望の一案ですで先ほどちょっと食地図の話が出てきたんですけど機能を重ねて印刷するというようなことが当然できますこれはさっきの千代紙の話です多層かーって書いてますけどこれは実はまあ,ある ネット上から取ってきたやつですけれどもここに窒光のインクが印刷されてますしその周りには違うものが印刷されているつまり違う機能を持ったものが印刷されているということになりますでこれがまあ友禅の千代紙ですで実際にやっておられる方は具体的な名前は、まあ、出さないんですけれどもこういうふうなホームページが出てきますこれ実はどういうふうに印刷されているかっていうとこの向こうまでずっとある中で同じ版がずっとこう置いてあると思いますが 一一個一個色を積み重ねてて印刷されていると友禅千代紙先ほどあの杉本さんの話にも出てきましたけどこれがあの元になってるんだという話だったんですけど友禅千代紙といってこれ職人さんが一個一個端からグーッといってまたこっちで帰ってくるわけですそれを何枚も重ねてようやくこういうものが出来上がるということになりますそうすると、まあ、これ森の京友禅和紙というのがあるそうなんですけど この友禅和紙っていうんですかそれに関しては多くの可能性と魅力を持っているというふうな評価がなされていますでこれまあ私たちからするとどんなことかっていうと例えばこういう紙の面の上にまあ1層置いてまあちょっと違いますけど2層置くというようなことが友禅千代紙の原点ではないかなと思いますそれを我々のところに当てはめてみればですね 例えば紙の上にこんなふうな、まあ、なんていうんですか、匂いを発散させる、あるいは匂いのものを印刷しておき、かつその上に、抗菌なり何なりの機能を重ねて印刷することができる、さらに先ほどちょっと出てきましたけど、ドットを入れておけば、音声ペンというものでデータを拾って、そういうように印刷,印刷の中に情報を入れることも可能になってくる。 でまあ、こういうことを言いますと実は今、今ユーズ印刷としては機能という面から、まあ、情報、まあ、本来、印刷というのは情報なのかも分からないんですけれどもそういういろんな機能を多層化するあるいはそれに情報を加えることによってさらに高度な印刷につなげることができるのではないかなというそういう可能性を感じています。つまり多次元印刷ですね まあその最たる例が先ほどの食地図です、あれそ、そもそもが 3D ですけれども、そこに音声データが入りということで、かなり多次元印刷が可能になってきたなというふうに思っています。 ちょっとと早いですけれどもごごありがとうございました内容的にはあまり大したことを申し上げられませんでしたけれども、えー、とこの研究はですねあの京都府立大学に地域貢献型特別研究通称アクターと呼ばれる研究があるんですけれどもそのお金をもらってやったものとそれから私がもらっていた科研費の基盤研究の B の資金を得てやらせていただいたものです特にこの地域貢献型特別研究普段一生懸命やってるんですけど皆さんにあまり届いてないという噂もあるんですが あのいろんな方面であのいろんな活躍をしておりますので、一度、あのうちの,その地域連携のところで覗いていただければ、今回私がやった成果とか、あるいは今年何やってるかとか、そういうようなことが分かると思いますので、ぜひ一度、府大のホームページを覗いていただければと思います。どううもありがとうございました